ってないですよ。ただ、殿村先生がいないとなったら、他の先生を紹介してあげないと君たちが困るでしょ。他の人なんて不安です。僕、殿村先生っていう人は堀之内社長の推薦って言うから安心してたのに。あの、他の先生方も優秀ですから大丈夫ですよ。青いおじさんも言ってた。堀之内ならきっと翼をアイドルにしてくれるよって。だからついてきたのに。あの、どうしようかな。泣ける光景だな。感動しちゃう。嘘つけ。顔笑ってるじゃないか。そりゃ笑えるっつうの。美味しい話じゃねえか。ん？何が？今俺らの目の前にはネギを山ほど背負ったカモが嫌がんだよ。はあ？うまく捕まえりゃこっちのもんだ。お前またよからぬこと考えてんじゃないだろうな。おい、人様に迷惑をかけるなよ。おい健作。あのチビ邪魔だな。健作耳貸せ。うっせえ。俺は今圭介様の麗しいお姿を網膜に焼き付けようと必死なんだよ。邪魔すんな。その圭介様とこれから四六時中一緒にいられるかもしれない計画があるっつってもか。何？特待生クビになってもいいスポンサーがいれば俺は困らない。お前のことはどうでもいいよ。いや、もうそのスポンサーが圭介様だったとしたらどうよ。え？お前ら何企んでんだ？大悪にするなら持ってこいだろう。圭介様は何をやっても超一流だからな。お前らまさか。あの訳ありっぽいガキどもが押せば人の良さそうな圭介様は落ちるだろう。新しい講師の誕生だ。それに俺らも混ぜてもらえば圭介様に教えが超えるってわけだ。今や大手芸能事務所堀之内プロダクション社長の圭介様の名。教室がないってどういうことなんですか？ああ、正しくはないというより今から手に入れるって感じですね。手に入れる？今日みゆきと事務所に聞きに行ったんですよ。堀之内先生の教室はどこですかってね。そしたら地下1階の空き教室を使うようにって。あ、なんだ、教室用意されてるじゃないですか。安心しました。先生。ああ、よかったよかった。先生ってば。ああ、え？ああ、僕ですか？ああ、呼ばれ慣れていないんで分かりませんでした。ごめんなさい。おい、健作。ん？ちょっと来い。あ、圭介様、ちょっと失礼しますね。なんだよ。自分の計画に不安要素が発生しました。は？どういう意味だよ。堀之内プロダクションの社長っつうから。あとあと美味しいんじゃねえって媚び売ってるけど、こんなすっとぼけた野郎とてもじゃねえが頼りにならねえんじゃないかと。このバッケモンだ。俺のうち圭介様をバカにする奴はこの俺様が許さない。圭介様は素晴らしいんだ。この世の宝だ。いや、アホ。あれはどう見ても亮と同じ他人に甘い汁を吸われている部類だ。圭介様を亮太郎と同じポジションに置くな。そう言われてもな、頼りねえんだもんよ。頼りねえとか言うな。だって